あった。まず鍋がね、気持ち悪いの。鍋がね、未だにピコピコしてるんですよ。まずこれ、あ、これか。保釈はしないです。長くて3年ぐらいかな。おっすおっす。ね、これね、多分あの新田くんっていう人のね、おいてめえ、もういい加減しろお前この野郎、落ちろお前この野郎。ね、ね、保釈はしないです。してあげりゃいいじゃんね。保釈はしないです。ね、長くて3年ぐらいかな。おっす。偽物がおっすって言ってます。ね。そこは分類で決まるので分かりません。おっていうことをね、ピコピコやってんすよ、中に。ね、2でお願いしますって。おいおい、お前、泣かすぞ、マジで、チヨ、この野郎。お前、いい加減しろ、お前。ね、偽物、おっってね、このさらにね、こいつ、ね。最初から視線なんですが、まさか国線、だから後から視線つけたとかないですよねっていう、このたぬき8号っていう人のあのことに対して、手段です、これ以上話しません、手段なんだって、弁護士は手段だ。オス舐めやがって、お前なんだよこの野郎。おいオス、何が手段だよ。国線から視線に変えたのが、お前マジでさ、マジで、お前、いい加減しろ、ほんとに。なあ、お前が懲役行くか、この野郎。バニラさん、お疲れ様です。ほら、サニーちゃんも怒ってるよ、お前、この野郎。オスの安売りしてますよ、これ。オスの安売り。ね、オス、オスって。ね。で、アイテムを投げないと多分ね、読んでもらえないから、一生懸命アイテムを投げる。投げながら、ね。ね。こいつ、3年ぐらいかなって言ってますけど。3年も入れさせんだ、お前。お前が、鍋が、お前、鍋が、お前、ケツ持ってんのに3年も食らわすの。ね、どんな弁護士だよ、お前。なあ。どんな弁護士だよっていう。ね。ほんと、すごいよね。まあ、ちょっと話逸れたんですけど、まあ、そんなこんなでね、初めての懲役。初めての懲役、サブタイトルが、ここどこだと思う。初めての懲役、ここどこだと思う。